今私はこの日活撮影所の前に立っております。ここから巣立っていった人はたくさんおられます。まああのビッグスターのですね、その先日お亡くなりになりました石原裕次郎さんなんかもこのスタジオにおられたんで、先ほどスタッフなんかはあの舘ひろしさんに太田と書いてね喜んでました。舘ひろしがなんぼのもんやねんと言うて僕食堂覗きに行ったんですけどお会いできなかったんです。実は今日はですね、ここがまあ一発目の撮影だったというね、もう本当に可愛い。そして今聞くところによると10年経ったと、で年がはっきり言うて26歳、一回り違う僕とね。しかしそんなことを全然思わせない。そう、大阪が踏んだ、大阪踏んでどうする、大阪が踏んだ、本当に大阪の小浜が踏んだ可愛いアイドルでございます。もうアイドルってもうね、今はもうアイドルじゃないし、本格派歌手でございましょう。ミュージカルにも挑戦してる可愛い直子ちゃんです。こんにちは。こんにちは。昨日は誕生日だったんです。そうなんです。はっきり僕言ってしまったんですけどね、はい、うん、全然構いません。見てください、はい、うん、これ可愛い顔がこんな、ほんまにちっちゃで可愛い顔ですね。僕もタレントの中ではね、ちっちゃい顔の方なんですけれども、直子ちゃんは僕の5分の1ぐらいですね。そんな彼女も今年デビュー10年目、これもまあ僕の5分の1なんでやね。さて、この日活撮影所は10年前芸能界に入った直子ちゃんが初めてお仕事をした場所。そのお仕事とは CM 撮影。どんな CM かと言いますと、それは CM の後お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。無理ですけど、だから今から10年前でしょ言うたら、ね、でその後もあのレギュラーという形でそのバーモントカレーのコマーシャルだったんで、そのコマーシャルをいつもここで撮ってたんですね。あ、どんな CM だ。ハウスバーモントカレーだよ。それです。リンゴとハチミツとろりとろける。あ、今日もどうも。明日のスターを目指すベンチラーここで今勉強してるわけです。いや、頑張れみんな、頑張れ。はい、ね、そうそう。でもなんていうかね、こうやってここでね、はい、このそのハウス、何出てたの、その後あのハウスカンバーモントカレーだのどこやったの。歌歌ってるわね、はい、あの秀樹さんが、はい、いやカレーの CM を僕その忘れてしまったんやけど、はい、直子ちゃんどうしてた。私はその時にあのカレーバーモントカレーが新しくなった時で、うん、そのさらに美味しくなりましたっていうそのイメージをなんて言うんですか、出すの。でそれまでは秀樹さんがずっと一人でやってらしたんですけど、うん、そこに私が参加させていただいて。そやけどその頃秀樹さんやったらもう本当に超アイドルやったから、そうですね、その妹役でそば寄られたらほんまにカミソリとかそんな送られたんちゃう。もう何にもなかったです。それはなかったん。本当に何もなかった。フレッシュバーモント、バーモントカレーがさらに美味しくなりました。パッケージもフレッシュ。どんなかな、どんなかな、美味しさどんなかな。どう？新しい。いやー懐かしい。もう10年も前のコマーシャルなんですよね。本当に月日の経つのは早いものです。さてこのコマーシャルで西城秀樹さんと共演した彼女ですが、それは第1回秀樹の妹オーディションに合格したからこその晴れ姿だったわけです。大阪地区大会、そして東京の決勝へ、それは1980年の春のことでした。2万5000人の中のやな、はい、中で選ばれたんや、はい、あれ確か2万5000人の中の選ばれて、はい、それで愛さん小林知恵かなんかも関係あったんちゃう。そうです。なんかそのこと聞いたことあるな。で全国の予選大会っていうのがあったんですね、うん、で私と知恵ちゃんは、うん、大阪地区から選ばれたんです。関西地区代表だったんです、うん、2人は、うん、はい、もう今はあの知恵ちゃんもね、はい、まあ、立派なお笑い人としてが、あの子もええ子やね、あの子もすっごいええ子やな。大阪の普通の女の子がちょっと勇気を出して飛び込んだ芸能界。10年前彼女がコマーシャルを撮った11番スタジオでは
今も撮影が行われています。ふと立ち止まってそれを見ていた彼女の目は10年前の自分を思い出していました。すごいね、撮影所ってこん、最初に千鶴さんなんかね、例えば撮影所を見た時どういう、僕はね、一番最初に撮影所入ったのは何だったやろ、小さかったんや僕のとこは、うん、大阪 OTVF いう撮影所やから、そんなに大きくなかったから別に思わなかったけど、東映のねスタジオ行った時すごいな思ったわ、それと大船の撮影所、で大映とかで、やっぱり東京で行きだしたからね、その東京で CM を撮ったりするとね、すっごいよ、とか思ったもん、あの最初の人って覚えてる、こんな人でこんな人と遊べたらな、ただね私がやっぱりテレビで見てるだけではどういうところでどんな風に作ってるのか私知りませんよね、全然わからない世界 で、で私やっぱり最初びっくりしたのは、あの特にバーモントカレーっていうのはアウトドアのイメージがすごくあったから、こういうスタジオの中でね、この本当に箱はないんだけど、こんな、まあ、もちろん広いけど、こういうところでこういうふうに撮影するんだなって、まずびっくりして、外みたいな感覚があるもんね、ああいう中で外のイメージを出せるのはすごいなとかね、そういうのあるよね、それとやっぱり人がとにかく大勢いたっていうことに驚きました。そうよこんなん撮んのね、普通言うたらね、ホームビデオやったらこうやって撮ったりしないのか、それがね、何を待ってんのこれとかいうのあるでしょ、ちょっとでもちょっとあれしたら、こんにちは、実はね、奈子ちゃんが最初に、この世界入った最初の CM、そのね、ハウスバーモントカレーだよリンゴとハチミツ、どうも、すいません、その最初担当された方です。ちょっと名前を自己紹介、高知と申します。高知さんはどういう担当、僕はプロデューサーです。そうですか、二平です、演出やりました、ディレクターです。今でもやってはるわけですか、今はリタイアしました。今はどっかの会社してはります、今はね管理職の方やってます、今離れました。お久しぶり、もうすごい、もうご無沙汰してます、いい子でしたでしょ昔から、なんかそうですね、本当に挨拶はいい子でしたよ。どういうこと、ほんなら本番入ったらやっぱりまだ素人やから、それはどうですかね、 NG だ、とりあえずね、今も彼が言いましたけどね、挨拶のすごくいい子でね、お父さんお母さんのしつけが、そうですね、これはもうそんなもんですわ、ね、その事務所がどうとかっていうのはないですよね、とにかくね、はいはいっていうふうにね、返事がそんなにはいはいって言わなくてもいいんだよって言ってもはいっていうふうに言うね、子でした。今でもそうです、治ってない、今でも治ってないから小さい時からそうなんですよ。そうですね、長いこと付き合うと分かりますよ、ねえ、はい、みたいな、これはどれ、これ覚えてます、はい、ほほ、これがレキさんも若いな、実はね、ナオコさんね、これを衣装を作った人が来てる、そうですか、ナオちゃん、嘘、本当、久しぶりでしょ、いや久しぶりです、なんだ、なに、うわー、あ、なんや、元気ね、さっきこの方ね BMW で事故を起こしかけたんです。その頃の衣装を作ってきてくれた、そうなんです、その時の衣装も来たんですか、よく残ってるでしょ、汚れてる、ちょっと汚れてる、その時の衣装ですか、そう、そんな10年前の残ってますか、あ、これこれこれなんです、10年前でしょ、10年前です、ちょっと着てみて、ちょっと着てみてみますね、大きいんちゃいます、ちょっと痩せたの、この人がなんか、ねえ、の倍ぐらい梅さん、ちょっと梅さん、すごい、あんまり似合わない、はいと
かって入って返事は返事はひねりはいいだったけど、そんな子ですもんね、もう普段から明るくてすごいマキマキ優しいです。変なことされませんでした、お弟子さんに。しなんかこっち来なさいとか、ダメだよとかパンって言って、何言ってるんです。それはね、プロデューサーになってそれをやるのは演出家です。演出家そんなことありません。そうですね、ないですね。あーな、もう無我夢中でしたね、やっぱり。なんかもうとにかくどういう風になってるかっていう、そういう仕組みっていうか、どういう風に始まってどういう風になっていくのかすら分からなかったですから、とにかくやっぱり言われることをもう忠実にやっていくしか自分はなかったんですよね。言われたことを忠実にやっていくしかなかった、この言葉が当時の彼女の本音だったのでしょう。でも今は違います。デビューして10年、自分で歌いたい曲は自分で作って歌い、そして自分で目標を立ててそれに邁進する。彼女も大人になったんですね。さあ、それではちょっとここで大人になった河合直子ちゃんのデビューから今日までの変貌ぶりを見ていただきましょう。デビューの頃から見てみると色っぽくなりましたね。さて、この後2人は撮影所の近くを流れる多摩川べりへ出ました。そこには何が待っているのでしょう。それは私だけが知っている。